皆さんこんにちは、しめたです。今回はかき揚げバングルの乾かし方っていうのを紹介したいと思います。前の動画で前髪のこう綺麗な乾かし方っていう感じでこう綺麗に下ろす前髪の乾かし方っていうのを紹介したんですけれども、今回は前髪が長い人のバージョンですよね。長い人がこうふわっとこうかき上げて流すような前髪っていうのを綺麗に上手に乾かすやり方っていうのを紹介したいと思います。で、よく聞くのがこうふわっと立ち上げたいけどなかなかならない、頑張って乾かすときにやってるけどなかなかならないっていう方って、たまに聞くんですけど、確かにこう普通に立ち上げて乾かすそれだけでいいんですけど、中にはそうやってるのにならないっていう方っていらっしゃると思うんですね。で、これには実はですね、その乾かし方に一つ注意点があって、それを意識すれば少しは改善できるかなと思います。なので今回はそのやり方を紹介していきたいと思います。はい、それでは、今回もですねウィッグを使ってやっていきたいと思うんですけれども、今回はこのウィッグですね。ちょっと今前髪あたりを濡らしてる段階なんですけど、こう前髪長いです。で、この感じでこうここを立ち上げてかき上げバングにこうやってみたいなと思いますので、乾かし方の、ポイントをやっていきたいと思います。前髪がこう長いですね。この方はすごく長いんですけれども、乾かす時にここをふわっと立ち上げたい時ってこうやって乾かしますよね。こうやってこう持ち上げて乾かすと思うんですけど、普通に立ち上がりやすい髪の毛の髪質の方はもうそれで自然になると思うんで、そういう人はそれでいいと思うんですけど、なんかこういまいちこうふわっとならないなっていう方っていらっしゃると思うんですね。で、そういう方は今からやることも気をつけていただきたいんですけど、ほとんどの人がですねこう立ち上げたいからといってかなりこう引っ張って乾かす人がいるかなと思うんですよ。引っ張りすぎ、立ち上げたいがためにすごく引っ張って風をバーって当てる方がいらっしゃると思うんですけど、そのまま乾くとどうなるかというと、髪がですね引っ張られすぎて乾くことでここの髪の毛がすごくこう硬くなってストレートすぎる状態になるんですね。で、これがこのまま乾くとどうなるかっていうと、引っ張りすぎて乾かしてるせいでこれが降りた時にまっすぐペタッとこうなってしまうんですね。なのでここのこう柔らかさがなくなるというか柔軟性がなくなるというか、もうまっすぐすぎる状態がペタンといくので、逆にこうボリュームがなくなってこうぺったりした感じになってしまうんですね。なのでどうすればいいかというと、持ち上げるんですけど少しこうふわっとした状態、ふわっとさせて引っ張りすぎずに風を当ててあげる、するとここが柔らかく立ち上がります。なのでここ結構注意点ですね。引っ張ってまっすぐにしすぎないっていうことですね。硬くまっすぐにしすぎずにふんわり柔らかく立ち上げるイメージ、柔軟性をつけるイメージでやってあげる。そのまま髪が乾けば自然なふんわり感、立ち上がりができるので、それを意識してやってみてください。で、実際に今やってみたいと思います。まずは悪い例をやっていきたいと思います。引っ張りすぎて乾かしたらどうなるかっていうのでやっていきます。はい、こんな感じですね。今もうかなり極端にまっすぐ引っ張って、もう引っ張りまくって乾かした状態です。で、これをちょっとこうかき上げたのを下ろしてやってみようとするとこんな感じですね。わかりますか？こうここがすごく引っ張られすぎてまっすぐこうペターンっていう感じになってしまうんですね。ここの柔らかさが足りなくなってしまってるんですよね。なのでこれは悪い例です。引っ張りすぎて乾かすと立ち上がりそうで実は立ち上がらない、ふっくらなってくれないっていうことになってしまいます。これが悪い例ですね。で、次に少しこう優しく立ち上げながらそこに風を当てて乾かすっていう風なやり方でやっていきたいと思います。と、実はもう一個ポイントがあるんですけど、前の乾かし方動画で、前髪の乾かし方動画で地肌をこすりながら乾かしてくださいねって言ってたと思うんですね。下ろす前髪の時に、実はこすりながら乾かすっていうのはこの長い前髪の方の人でも使えます。前髪付近もですし、ちょっとこうトップ付近もこうやって地肌をこすりながら乾かすことで分け目がくっきりつかないんですね。この辺が自然とぼかされて
自然な立ち上がりもそれでまずつきやすくなるので、一旦それで、濡れてる状態からのまず第一ステップです。そうやって地肌をまずこすりながらある程度乾かします。今地肌をこすりながら乾かしました。で、先ほど言ったように前髪をふんわりさせながら乾かしていきます。はい、こんな感じですね。ちょっとここに今ボリュームが出たのが分かるかなと思うんですけど、これをきれいに解いていきます。はい、こんな感じですね。どうですかね、先ほどより明らかにここのボリューム感が出てるかなと思うんですけど、こういう風に乾かすことでここの髪の毛の柔らかさ、柔軟性っていうのが出てくれるんですね。最初に乾かしたやり方だと髪の毛がもうこんな感じですね。このコームみたいにまっすぐに引っ張られすぎて、まっすぐになりすぎてこう立ち上げて乾かすじゃないですか。そしたらこれがこのまま下ろした時にもペタっていうイメージですよね。これすごい分かりやすいかなと思うんですけど、このまままっすぐの髪がこう落ちていってしまう、だからここがペタッとなってしまうんですね。なので優しく持ち上げながら風を当てて、そのままそこで乾いてくれるとここの柔軟性が出ます。なので髪がこう柔らかくなるんですよね。なので髪をこう手でふわっとさせたい時に柔軟に動いてくれる、ふんわりになってくれやすくなります。なのでこういう風に乾かすとペタッとなりやすい方もここがふわっと立ち上がりやすくなって、自分でこう動かしやすい、ふんわりさせやすくなります。なので調節もしやすいですね。でこれもトップとかに応用してあげていいと思うんですよ。前髪だけじゃなくてそのままの延長でトップとかも引っ張りすぎずにふんわり持ち上げて乾かしてあげるっていう風にすると、この辺一体がこうふっくらなってくれやすくなるんで、あとはそれを手でこうふわっとさせてあげて、あとワックスとかスプレーとかをつけてよりこうキープさせてあげるっていう感じがいいかなと思います。今僕手でこうグッと持ち上げて丸みをつけようとしてるんですけど、こういうまっすぐになりすぎた髪だったら丸みつくはずがないですよね。なのでふっくら乾かしてあげればこういう風に丸みをつけやすくなります。これは覚えておいていいかなと思いますね。でそのままこの状態でここにこうカールをつけてあげるとかすると、よりこうふんわりしたかき上げバングルができるかなと思います。なので例えばこのままこうかき上げバングルの状態で、あと毛先を巻きます。するとまあ、こういった感じでかき上げて、さっきみたいにふんわりふっくら乾かした前髪を毛先をこうやって巻いてあげると、いい感じのこうふんわりしたかき上げバングが作りやすいですね。あとまあ心配であればこういうところにこうスプレーかけてあげたりとかしたらキープ力高まると思いますし、そういった感じでスタイリングをしてあげるといいかなと思います。なのでまあ僕たちもこうお客様をこうこういうブラシでブローしてあげたりとかするときも、ふんわりさせたいとこはこうやってあんまりこうグッと引っ張りすぎないようにするんですね。やっぱ優しくふわーっとこう優しくして、優しく持ち上げて乾かしてあげます。なのであんまり引っ張りすぎると良くないですね。なのでまあこういった感じで髪に柔軟性を与えてあげてかき上げバングを作るというような感じです。自然に立ち上がる髪の毛の質の人はいいと思うんですけど、ペタッとなりやすいなっていう人はぜひその引っ張りすぎないっていう、優しく持ち上げたままそこが乾いてくれるっていうイメージで持ってやってあげるといいかと思います。グッと引っ張りすぎずにふわっとした状態に風を当てていくっていう感じですね。なので、まあ、この乾かし方は、ね、かなりこう覚えておいていいかなと思います。はい、という感じで今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい、いかがでしたでしょうか。かき上げバングルの乾かし方、前回は下ろす前髪だったので、今回は長い人の、どうやったらこう綺麗に柔らかくふんわり立ち上がるかっていう乾かし方の紹介でした。まあ、参考にしてもらえれば嬉しいなと思いますので、ぜひ、悩んでる方はやってみてください。
それでは今回の動画はこれで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の動画ではこういった感じで髪に関するためになる情報っていうのを、発信しておりますので、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。